はい、こんにちは。即価塾の久保です。今日は8月9日ですね。えー、仮想通貨、暗号通貨の価格をずっと見ているんですね。えーと、多くの方が仮想通貨、暗号通貨のチャートから目を離すようになってきました。あの、注目されない時が注目するべき時なんですよね。で、多くの方の視線が集まっている時は離脱の時なんですよ。つまりは、安い時、人気がない時に仕込んでおいて、人気が出てきたら手放すということを繰り返せば、利益が取っていけるんですよね。 あの、やっぱこう、暗号通貨で投資するっていうのは、転売とすごく似ていて、っていうかね、もう同じなんですよ。過去に誰かが所有していたビットコインなりイーサリアムを自分が所有して、そしてそれを手放して誰かの手元に渡すってことでしょ転売ですからね、要するに。で、えー、古いカメラや家電製品を手に入れて、それに価値が出たら売る。これも転売ですよね。 まあまさに転売ってのはどんな情報を掴んで何を買うかによって利益の額って決まってくるわけですよ。そしていつまで所有するのかとかね。様々な要素があるわけですけども。こと暗号通貨、ビットコイン、イーサリアムなどのこういったバーチャル通貨におきましては今のところ実需はほとんどないんですよね。もちろんビットコインなどで決済されている商品とかサービスっていうのは一部あるんですけども、でもメインの手段ではないんですよ。 なかなかね、変動が激しい通貨ってのは通貨として役を成しませんから、中は、こう、サブ的なね、支払い手段としてはあるんでしょうけどもね、メインの手段にはならないかなと。うん。まあ、法定通貨として採用する国もあるみたいですけども、その国ってのは結局は自国の通貨も当てにならないから、どっちでも同じぐらいの、 投げやりな気持ちでやってるところもあったり、まあそうすることによって景気を呼び込もうという戦略があったりとかするんですけども、今のところ地球上でそれがうまくいった例はありません。さあ、ここまで様々申し上げましたけども、今後のことを考えていきましょう。今後、グローバル経済はブロック経済になるんではないかなと言われてますし、私もそう思います。グローバル経済、つまり地球を一つのね、経済圏として、 主義主張関係なくやり取りをしてくる。まあそうすることによって経済規模っていうのは膨らんできたわけなんですが、これがグローバル経済ですよね。でも戦争や経済制裁、エネルギー需要の関係、こういったものが今相まってですね、グローバル経済は限界を見せているわけですよ。つまりは、ある国に依頼していたものがそっくりそのまま入ってこなくなると、その次の仕事ができなくなる。基礎部品や それから半導体などが入ってこなくなると、まあ、家電製品ですとかね、自動車ですとか飛行機とか、生産も修理もできなくなるでしょ。つまり、自国の中でいろいろやってきた時は、人手の問題や人件費の問題で難しいところはあったんですけども、需要供給は安定したわけですよ。まあ、それによって、えー、多くの製品が作られて売られてきました。もちろん値段はどんどん上がってくるというところありましたけどね。 でも、自国以外の国により人件費の安い、よりエネルギーの安い、より土地の代金の安いところに生産を求めて、しまいには現地の人に注文するようになってしまった、プランテーションっていうのがありますけどね。それが成功した赤月に出た反動としては、国の都合や主義主張によっては、うちで作った製品あんたのところに売ってあげませんよ、もしくは恐ろしい関税をかけてきますよ、みたいなことがあってね。 安定供給や安定需給っていうのが成り立たなくなってきたわけですよ。で、そしてブロック経済に戻る。つまりは、まあ自国でやろうよ。もしくは同じ経済圏でやろうよっていうふうに、マーケットがね、今度縮んできてるんですよ。まあそうなると、マーケットが縮む分、商売のやり取りっていうのは、パイが小さくなりますから、経済っていうのは落ち込んでいく。つまりは、景気交代が起きるってことが理にかなってるように見えるわけですよね。 まあそうなると、将来に投資していた投資家、儲けるために、いろんなところに、不動産や、その他、無形の製品、有形の製品、人件費、土地などを買ってきた人は、それを慌てて手放さなくてはならなくなりました。もしくはそこから生まれるリザ屋っていうのが極端に減ったわけですよ。ですんで、全資産の20%を失った投資家さんとかね、その他、投資の利回りが出なくなって、 まあ破産してしまったとかね。今そういう風な下克上が起きてるんじゃないかなと。単純に言うと、食べ物を作ってる人は生き残り、食べ物を作らずに、まあいわゆるバーチャルなものをやってきた人は行き詰まるということがもしかしたら起きるかもしれません。まあ食料危機って問題もその辺から囁かれてるわけですけども、決してこれはね、エソラごとではなくて暗号通貨を見てるとかなりリンクするところがあるんですよね。 言ってみれば、ビットコインやイーサリアム、その他の暗号通貨ってのは未来への投資なわけなんですよ。で、世界中で使える通貨をということで、こういった概念生まれたんですけども、もはや世界という単位で測るのは、もう過渡期を過ぎてですね、地域、ブロックで経済を測るようになった時に、果たして暗号通貨って必要なんですかと。必要とされる前に、非常に限定的な利用しかできなくなりましたねっていうふうに変わっていく見方が、 あるんですよ、ね、さあそう考えた時に未来豊かな暗号通貨への投資ってのもちょっと難しくなってきたかなともちろんブロックチェーンっていう技術はすごいんでねブロック経済の中でもそのテクノロジーは十分活かせると思うんですよ、まあ、ですんで今回の動画の結論ですけども単なる値段上がる下がるで見るんではなくってそれが一体何に使われてどういうふうなブロック効果を ブロック経済ででのの効果をを出すのかってことを掘り込んで考えていなければ恐ろしいい反動に巻き込まれるんではないかなかってことですよねちょっと難しい話になりましたけどもその辺まで見ていかなければ大きな失敗をしてしまうのがこの暗号通貨ではないかなと思いますつまりは難しいですけども10年後30年後を見ていかなくてはならないってことじゃないかなと思うんですよねはい本日でこんな感じで終わりますねじゃあ失礼します